ンポン。新しい動画シリーズを作ってみました。ああ、見たで、あのあかねちゃんとあおいちゃんの動画な、すごかったな。えへへ、当然や。これからは私たちで楽しんで作っていくシリーズと、楽しいコンテンツ情報を届けるシリーズの二軸でこのチャンネルを運用していき、おうち大好き人間を量産します。まあ、時代には沿ってるかもしれんな。そんなわけで、本日はこれからシリーズ化していく動画の案出しをしていきます。おお、なんかこの動画シリーズの中で一番まともな内容が来た。時代の移り変わりは早いですからね。今のうちにアイディアだけでも貯めておくといいかなと思いまして。ゆかり先生からそんなまともなセリフを聞ける時が来るなんて成長したんやな。では案出しを始めます。まず私の案ですが、食べよう虫をボイロ虫食い研究会という。絶対いや。え、絶対いや。食べようじゃねえよ。じゃあお顔ショップとかどうですか。どっち狙いすぎだろ。お前の顔のバリエーション見て何が楽しいんや。大丈夫、知らない人の顔もありますし。なんであんだよ。てかラインナップの心配はしてねえんだよ。しかも本当に誰だよ。威力の高いヨーヨー大全とかどうや。威力いります。サーバントかっこうんこかっことじ特集とか。クローズアップしてる物体がちょっと。私が個人的に集めたゆかり先生とあかり先輩のイチャコラ特集とか。ちゃんと後で廃棄してね。全然興味ないんですが。おいくら。値段聞いてどうする気だてめえ。斬新なアイディアがたくさん出ましたね。ステータス斬新さに曲振りしてるけどね。ではみんなの意見をまとめて、次のシリーズはドン。威力の高いヨーヨーを振り回してるサーバントかっこうんこかっことじが虫ショップを開く動画でいきましょう。悪魔の配合やめろ。あかりちゃんは何がいいんですか。うちか。うちはやっぱテディベア特集とかがええかな。脳内メリーゴーランド回を受ける。てめえなんつったか。